神戸大学の学生がサークル合宿で旅館の障子を破ったり、天井を破壊したり、とんでもない破壊の動画が拡散して大問題、大炎上してますけれども、あんなバカなやつら何やってんだじゃなくて、皆さんのお子さん大丈夫ですか？皆さんのお孫さん大丈夫ですか？似たようなことやってませんか？何にも知らずに、平然と動画撮って TikTok とかインスタとかに投稿しちゃってませんか？っていうことです。あんなバカなやつらっていうのが、もしかしたら皆さんのお子さんがやっちゃってるかもしれない。お孫さんがやっちゃってるかもしれない。あんなバカなやつらっていうだけで終わらせずに、自分の子供大丈夫なのか、自分の孫は大丈夫なのか、ぜひですね、自分の身内がそんなバカな炎上行動をしないようにですね、きちっと教えてあげたらいいんじゃないかなというふうに思います。